んにちは、プルポテです。今度ネンドロイドでハンターハンターシリーズが出るというのでサイトを見たんですけど、あるのがゴン、キルア、クラピカの3人だけだったので、一番欲しかったヒソカを作ってみようと思います。ちょっとフェイスメーカーでは納得いかず、このカスタムヘッドで作ってみようと思います。このカスタムヘッドは3種類あって、一番明るい色を使いました。ちゃんと鼻がついてます。以前フェイスメーカーで作ったものは鼻がないんですよね。ここからは本当に自己満足できるかどうかです。結構いろいろ試してみて、作り終わるのに時間がかかりました。出来上がった頃に、オビツボディの色と顔の色の差が全く違うことに気づき、どうしようかと。でもこのボディが一番明るい色なので違和感ありますが、しょうがないかと制作を続けます。他のカスタムヘッドだと色が黒すぎちゃうので、やっぱりヒソカは顔が白くないと。で、
かきをしたところにマットニスを塗っておきます。ここからは髪の毛を作ります。タミヤのエボキシ造形パテを使ってます。で、ここまでは順調に髪の毛を作っていたのですが、ここでまたふと気づきます。こんな風にここまで結構うまく作ってきたと思っていたんですけど、頭がやけに重いと感じ、他のヘッドと比べてみたところ、まだ髪の毛が全部完成してないのにすでに重く、悩んだ挙句作り直すことにしました。もっと早く気づけばよかったです。で、軽さを出すために顔以外のところを紙粘土にしました。こんな感じです。これだけで全然重さが違います。で、ここからは同じようにパテで髪の毛を作ってます。大丈夫です。ここからは髪の色付けです。折れないようにレジンを塗って固めておきます。オビツロイドを作って顔とボディの完成です。髪に艶消しニスを塗ったのですが、テカってますね。これは顔と体の色の違いです。
ので次にこれを参考にして洋服を作りたいと思います。この黒い部分は樹脂粘土で作りました。どうでしょうか。で、これを作り終わった時に粘土ロイドで黒が出るというのでひそかも出るんじゃないかと期待しつつ今は自己満足に浸って